なんか揺れてる揺れてる。やばい、地震です。あ、めっちゃいい。リアル地震です。リアルバーチャル地震だ。ちょ、長い長い長い。ちょ、エイム揺れるからやめて。マジ投げ。地震震度5弱でかっ。大丈夫みんな。え、てかまた揺れてね。なんか縦揺れだしかも。あ、これマジでまずいやつか。ちょっと待って、これマジででかそうだな。縦っぽいよね。あー、まずいなー、揺れ方が。ちょっとこれは本当に揺れるやつな気がするぞ。オッケー、避難のこと考えるわ。でっか、これ本震ですよね。いや、これマジでやばいな。緊急地震速報、地震発生、東北で強い揺れ、最大震度6強、津波やね、それ。みんな防災地図を見ましょう。防災地図的には、避難場所だけ確認して、津波注意報、宮城県、福島県に発表、直ちに海岸から離れて23時、39分現在とのことです。現在配信を見ている宮城県、福島県の方はね、避難情報をちゃんと調べてください。調べて、絶対大丈夫な方は、まあ、見てもいいかもしれんけど、絶対大丈夫って言い切れない方は、配信を見るのを やめるか、まあ、コメントの情報だけ拾いながら、命大事に、命大事に、大事にだ。不安だから配信見てる人、それはよしとしよう。ただ、ちゃんと身の安全を確保する方を優先で、まあ、精神的な安定も大事ですけれども、一旦肉体的な安全を重視してもらって、大きい地震来た時、知識編、地震が起きたらどうするか。大きな地震が発生したら冷静に対応するのは難しいもの。しかし一瞬の判断が生死を分けることもあります。地震が起きても慌てず落ち着いて行動するために以下の行動パターンを覚えておきましょう。浦安市の手引きから、引用しております。 1,2 分、火元を確認、出火していたら初期消火、家族の安全を確認、靴を履く。みんな靴履くんや。で、非常時出品を手近に用意するって書いて、まあ非常、あ、ごめん、非常持ち出し品でした。非常持ち出し品をね、僕もちなみにカバンが1個あります。3分、隣近所の安全を確認。特に一人暮らし、高齢者など、要配慮者がいる世帯には積極的に声をかけ、安否を確認する。火が出ていたら大声で知らせ、協力して消火をする。とのことです。余震に注意。大きな地震などには余震が発生するとのことです。5分、ラジオなので情報確認。間違った情報に惑わされないように。電話はなるべく使わない。家屋倒壊などの恐れがあれば避難する。ブロック塀やガラスに注意。車は使用しないこと。過去山岳部などの一部地域をノーフォーク。フローチャート発見した。安全確保の後、津波警報や大津波警報などの情報を確認しよう。津波の心配はある。イエスの。イエスで行くと、今いる場所は津波浸水想定地域に入っている。はい、じゃあね、場所が宮城、福島の方は津波浸水想定地域をね、調べながら、安全確保しながら調べていただいて、入っている場合は、津波から避難しようということでね、津波浸水想定地域の外に移動しましょう。で、できない場合は3階以上の建物がいいらしいです。ちなみにこれ、ソースは関西電力でございます。で、津波浸水想定地域の外に行ける場合は、高台などに徒歩で避難しようとのことです。で、津波警報がなくなるまで待機しよう。はじめに津波が来てから5から6時間は何度も津波が来るかもしれないよとのことです。お、避難完了。お疲れ様です。避難できた方、配信見るのは全然いいんだけど、あれだけ気をつけて、電池とか。多分、そっちの方が、この後ね、大事になる場合もあると思いますんで、その辺お気をつけて。みんな配信者どうしてんだろう。割とやってんな。そう、配慮してやめる選択もあれば、みんなの集合場所として人の声聞けるし、まあ情報もね、どんどん集まってくるから、まあ悪くはない場所にもなってるし、まあラジオ代わりにちょっと電池食っちゃうから、マジで電池だけ避難する方は、まあ、気をつけながら聞いてもらって。そうだよね、みんな不安だよな。いや、僕も多分一人で過ごしててさ、まあ別に配信してるのも一人ではあるけど、一人で過ごしてて、あのクラスの地震来たらまあまあ落ち着かんし、ふわふわするから。もどかさんがかがふみのアクリル落ちたって切れてた。お地震、お前何してんねん。おもろすぎやろ。まあまあ落ち着いたが、どうしようかな。ちょっとまあ今日は一旦このみんなの集合場所をいつまで開いておくか今僕は考えてる。もうしばらくやっとくか。12時半ぐらいやっとくか。じゃあ落ち着かん人も多いだろうし。
まあとりあえず地震周りの話題一通りしたし、なんか面白いことないかな。片手間にできるなんかあったっけな。じゃ分かった、仕方ないから僕ティンバーマンやるわ。オッケー、決めた。このゲームはですね、こういうゲームです。こういうゲームです。こう、あん、ちなみにこれガチで神ゲーだから、バカにしてるやついたらマジで許さんぞ。これエンドルフォードかな。あ、あ、ちょこれわかる、矢印キーの右左でこのわかる、枝を避けながら木を、来た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 、あー違うんだって、違うんだって。ちなみにこれの対戦がマジで熱い。わかった、じゃあかかってこいよ。ティンバーマン VS 持ってるやついねえのかって話よ。どうせいるんでしょ、ジプは持ってるよってやつ。かかってこいよ、マジで。おい、ティンバーマン VS かかってこいよ、誰か。来た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 。いるかな、ちょ、ティンバーマン VS 誰か。ダメだわ、誰もいないわ。人いないかもしれん、これ。ティンバーマン VS、ユーザーがいなすぎてマッチングしない可能性がある。白雪レイドいねえかな。送っとこう、とりあえず。一旦送っとこう、ギフトしよう。おい、ああ、ティンバーマン戦おうぜ。ティンバーマンするぞ、ティンバーマン。ティンバーマンって何？ああ、知らねえか。は、知ってるけどね。やろうぜ。やるぞ。揺れた、足場あるんとこ。マジ揺れたし、マジビビった。怖すぎ。いや、わかる。マジ揺れたし、マジ怖すぎ。わかるわ。揺れたよな。普通に怖いだろ、あんな。俺も、フルパのバロやってたんだけど、その時。うん。すっごい絶妙な空気になって、なんか負けたけど、なんかピンとこなかったわ。僕もソロランクやってて終盤だったけど、負けたけどピンとこなかったわ。そうだよね。なんなら負けた言い訳に自信深ったまであるし僕。クラシック行って、はい、クラシック行って、はい、オンライン、パブリック、プレイヤー、パブリック、これでもうマッチングしよう。多分仮想ゲーやから多分マッチング触れろ。え、いけるやろ。本当に多分いけんじゃない。お、来た来た来た。おい、本当にお前らしかやってないってこのゲーム。おい、変なゲームじゃないだろうな、マジで。いや、違う、マジでおもろい。これ分かる、矢印で、矢印キーで、分かるでしょ、もう。分かる。あー、分かった、分かった。理解、理解、理解。分かった、OK。いくよ、じゃあ。もうここ、まあ、この1試合は、お遊びの試合、まあ、操作確認用の試合ということでね。いや、待って待って待って、むずいって。むずいっしょ。あー、むずいって。待って、オッケー、分かったじゃん、もうルール。はいはいはい、まあまあ。なんかレート増えてくわ。いらねえ、こんなゲームのレート。おい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 、どっから拾ってきたんだよ、このこれ。これ最後さの秋に教えてもらって、このってビオフリーやるか。お前もう結構じゃんけんぐらい燃え尽きるてるかもしれない今。 BO フリー行こう。うん。お前かぶってるって。即マッチング、そこのかぶせもえぐいしな。しかも即マッチ面白い。どっちがどっちか分かりにくいだろうが。あ、やべ、おい、雑魚すぎ、笑った。いや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 、一旦ね、ちょ、今最初指を食い間違えたわ。わーよっしゃー。完全に適応した。俺このスキンだわ、やっぱ完全に。黙れってまず。おいー、死んでみた。せーの。おいー、オッケーオッケー、並んだ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 。みさん、スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。スーパーチャット1回でこのゲーム変えるからな。みんなもスーパーチャットしてる暇あったらティンバーマン VF 買った方がいいよ。いいのか、そんなこと言って。あー、うわ、今ゲージを取れて焦っちゃったって。いやいやいや、このゲームで2年付き合ってた彼氏とギスって別れた人いる人いるらしいぞ。さすがに嘘やろ。そんなことある。なんかでも
いたな俺の周りでも。誰だっけな、がっつり系だったらまだ、はい、なエーペックスギフルとかだったらまだわかるけど、奈良香さんだった。え、どういうこと。オーバーウォッチでギスって、うん、フォーカスが合わないっていう理由でいい感じだった男と疎遠になったっていう。おい、くっそ、それはフォーカス合ってないな。おい、やばい、俺たち上手くなってきてるって処理能力上がって、え、嘘嘘だ、よしよしよし、どうせ今の負けんのか、マジか。これで並べるぞ。オッケー、ちょ、中指使うわ。オッケー、僕は薬指派だな。やばい、中指押しづらい。あー違う、今一回押しちゃった。やべれやべれ、人差し指、人差し指、これだ。ここまで生き残ってきた、そこ時間かか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 かよしよしよし、一回止まったら間違えるね止まっちゃダメだあ、違う、うわ、無理、あー脳神経バグったシナプスがここだ。よし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 、ラストだ命を燃やせー、リズムあるね、俺の方が上に行けない、ザコス二度立て吹くんじゃねえぞ。じゃ、オップまたな。よし、一回ちょっとローカルやってみるか。始めた時より上手くなったよ僕。よし、じゃあちょっとぼちぼち、ああ配信もいい時間かな。ん、どうした、みんなどうした、どうした、まあ勝って気分で終わろうかなって、まあそろそろ終わっとこうかなって。えんぶんぶんぶん、もうみんな落ち着いたっしょ。まだみんな求めてる、まだもう求めてない、さすがに求めてる、もうもうティンバーマン以外僕やることないぞ。どうしよっかな、なんかゲームやる気分ではな、そんなにこうちゃんとしたゲームをやる気分ではないから。わかったわかった、オッケー、見つけたわ答えを僕がいつもやってる M 調整バーってやってくか。まあそう、配信の数がすげえ少なかったからさ、なんか終わんの申し訳ないなと思って、他に流れる先がまあいっぱいあるなら一旦終わってもいいなと思ったんだけど、まあ、僕も配信終わってやることそんなないしな今は。まあでもとりあえずすぐさま大きい余震は来ないっぽくてよかったね。まだまあ気を抜くには早いかもしれないけれど、よし、ではまあ一旦落ち着いたと、比較的ね、完全に落ち着いた方はまだまだ、完全に落ち着いてない方はまだまだいるかもしれませんが、ちょっと一旦比較的落ち着いたということで、まあ、時間も時間なんでね、一旦配信終わって各自ちょっと改めて身の回りの安全確保したりなんだりに意識を割いてから寝るなりなんなりしてください。それではまたまあ明日ね、無事お会いできるようあだこうだじゃあみんな本当に身の回りに気をつけて、それではお疲れ様でーす。お疲れです。またのご利用お待ちしております。バイバーイ。